始まりは、まあ、ただしが日本中の各地からライダー集めて、ウィスラーでいい撮影したい、いいビデオを作りたいっていうのに誘ってもらって、で、ウィスラーに来たんが初めの年かな。自分の中でもこのビデオをこういう風に作ってったら面白いんじゃないかなっていうのもあったし、日本人でもこういう風にやって作ってできるんだみたいなのも見せたいなっていうのもあったし、ただこのジャンプのデカさってよりも、なんか新しいポイント行っていいの見つけて残すとか、そこでセッションが始まるのは楽しいです。濃かったね、やっぱ思い出が。モービルにしてもそうだし、メンバーにしてもそうだし、一日一日がものすごい濃かった。もう完全に身動き取れなくなった時は運に任せたようなところはあった。緊張もしたけど、やっぱ一緒にやる土俵まで立てたことにもすごい嬉しかったし、一緒にやってくれたのにも嬉しかったし、結果が全ていい映像を残してなんぼっていうところでやってるから難しいですね、歯がゆい。やりたいこととリスクとバランスが。人生の重大イベントをハートやりながら経験してるね。